もう何年かぶりの勝負、顔のラインも気にしてるから、ただがっつりが怖いっていう緊張がすごい。いきます。はい、おめっちゃいい感じ、すごい。着た方がさ結構すっきりするんだね。なんかロングでひたすら隠してた、巻いたりとかして。そうなんです。お願いします。カットと、はい、カラーですね。ブリーチしたいですね、はい、長さどうする？長さがなんかあんまちょっとバッサリ切る勇気がそんなになくて、なんかウルフショートっぽい方がいいなと思ってるんですけど、ウルフっぽい感じ、濃い肩につかないくらい、つかないくらいバッサリではなくウルフにしてるね。そうですね、肩切りつかないぐらいとかで、うん、そんぐらいで大丈夫です。ちょっとこう外羽にしたい感じですか？はい、横、はい、横をあんまり切りたくなくて、顔のラインがどうしてもなんか気になっちゃって、はい、こうちょっと整えるくらいがいいです、これ。あ、それこれこれをこれをなんでですか？え、ライン出したくないから顔のそうです。ここのもみあげが顎ラインで残るじゃないですか、はい、こいついるじゃないですか。どれ？あ、これこいつ、あ、これこの人、うんうん、この人も残したい。この人もこの人が例えばこう入るのは嫌だってことですか？後輩、うん、ここは長いんだけど、うんうん、ここも、うん、欲しい。ちょっと欲しい。ちょっと欲しい。めちゃくちゃ切りたくないってだけで、はい、これが残りすぎちゃうと前が短いじゃないですか。そうなんですよ。自分で切りました。切っちゃった。あ、いいですね。いい感じなんですけど、それのこの差が格みたいなのができるんですよ。うん、だどっちかというと四角くこう重たく見えちゃうんですね。あ、そうなんですね。でウルフにしたいっていうと、うん、輪郭隠したいっていうところで、うん、これが残ってる意味ってあんまりなくて、あ、そうなんですね。ウルフっぽくも見えなくなっちゃうし、うん、重くなっちゃう。あ、そうなんですね。なんでウルフにしたいとかってあるんですか？画像を見て、最初ショートカットの画像を結構見てたんです。で、がっつりショート、丸みのあるやつも可愛いなと思うんですけど、うん、でも自分の顔のラインとなんか合わないなって勝手に思ってるんですけど、私が変な話またちょっと伸ばせるようにウルフくらいの方がいいのかなと思って、画像を見た時にウルフの方が私の中で無難かなと思って、はい、とりあえずちょっと刻みたいなみたいなのもあるしそうですね。まあでも全然ウルフはいいと思うんですけど、うん、画像がいっぱい出すぎて何がそのあれ正しいというかあれが分からなくて、よくそれはある素人すぎてショートカットって言っても一つじゃないし、いろんな髪型とかその人のラインに合ったやつもあるし、わかんないからとりあえずちょっと相談かなと思って、はい、そうみたいにがっつりこっからって切った時に、うんうん、やっぱこのラインで出たりとか、うんうん、こっから下が目立つっていうのもあるんですよ、うん、だから全然その人に合った長さがあるんですけど、うん、これそれそれ本当はウルフにするんだったらこの前髪とちょっとつなげたいんですけど、うんうん、今ちょっと前髪がそれなりに短いのでそうなんです。顎ラインぐらいで残すところは、うん、この辺はこのぐらいまで残して、うん、でそれに合わせてここはちょっと前上がりできるみたいな、うんうん、ひし形になるように切ってあげた方が輪郭に合うんですよね。やっぱちょっとこう重心的に下にたまる感じになるので、うんうん、輪郭がちょっとでもこう少し上にこう引っ張りを持ってきた方が合うから、うん、お願いします。ここは形的にはこういう、うん、こっちの後ろはシャープになるけど、うんうん、顔周りはちょっと前上がりで作ってみたいな、うん、かわいい。これなんかこういうイメージ、うんうん、イメージ的に言ったら、はい、だからこれぐらいのイメージで、うん、でも顎ラインぐらいのお客様の長さに合わせた、うんうん、でちょっとアイロンで外羽にするみたいな感じで、うんうん、かわいい。だからウルフはセットちょっと頑張らないといけないようなスタイルなんですけど、うんうん、別にアイロンとか使います？場合による。場合による、うん、まあ頑張ってやってそうだねアイロン持ってます？持ってます。いつもなんか外出るときは基本巻いてます。今巻いてました、うん、今何もしてないですか？今日はもう何もしてないし、なんならこっち来るとき雨ですごいパッサパサの状態になってる。矯正は知ってます？あ、私、うん、何もやってない。何もしてない。多分ちょうどいいかな、うん、ウルフとかやるには。あ、そうなんですか。それなりに癖も若干あって、うんうん、で全体軽くなるから、今のこの前髪の感じだと結構前髪がやばい今重軽みたいになっちゃうから、うん、ちょっと量取っていいですか？はい。
量取ると若干短めに見えちゃうんですけど、うん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 、そこはどうですか、ね、あ、全然いいです。大丈夫です。じゃあちょっと量取って。はい。それに行きましょう。はい。もう何年かぶりのショート。あ、そうなんだ。緊張がすごい。ずっと切りたいと思ってたし。でもな。何？何かあった？いや正直、うん、ここは危ないんで残すじゃないですか。うん。ってなった時にここ肩つかないギリで残す、うん、ウルフ感ちょっと薄れんですよ。なんか前下がりボブっぽく見える。そう。ああ。下がりも見てないですよ。切るとしたらどこら辺が理想なんですか？そのいやでも顎ぐらいだと思うんです。顎ぐらい。顎ぐらいだったら全然。このぐらい。うんうんうん、ただその時に一応もうちょい長くてもいいかなっていう。うんうん、ウルフっぽくするには一回、うん、顎ぐらいの長さでここ合わせた時の、うん、ウルフ感出るぐらいの長さでここ調整して、うんうん、肩ちょい当たって跳ねるぐらいかな、うんうん、その時にここの長さもあるんですよ、うん、人によって、うん、首すごい長めの人とかだったら顎ラインで切った時に、うん、あ肩つかないぐらい切っても、うんうん、それなりにウルフっぽくなる人とかもいるし、うんうんうん、でそこの長さが短ければ短いほど、うん、ここの差つけないとウルフに見えないんですよ、うん、そこの兼ね合いもあるんで、うんうん、一回ウルフっぽく見えるぐらい下残しましょう、うん、ちょっと長めに残すってこと。全然なんだろう、バッサリショートじゃなければ、そのなんだろう、もう首とかがっつり見えるようなショートじゃなければなんか全然いいかなとは思ってる。そういうことです、ね、うん、なんかその首をがっつり、じゃあ私要は首が多分短い方だし、顔のラインも気にしてるから、そのなんかがっつりショートあるじゃないですか、あれがちょっと怖い、うん、それ以外だったらちょっと短めでも全然それはいいんですよ、ただがっつりが怖いっていう。ちょっとじゃあ一回肩つく外はねぐらいで下残します、うんうん、はい、でサイドはウルフっぽい感じで顎ラインぐらいに残すじゃないですか、はい、これが外ハネになるので、うん、その時に詰めてウルフっぽい感じでバランスがそっちの方が良ければ詰めるし、うん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 、残した方が良ければそのまま残して、はい、前こんぐらいにして、うん、で段入れてこの辺とかにちょっとこう丸みが取れるような、うんうん、これがストーンってなっちゃうとやっぱこのたまり、うん、輪郭のその気にしてる部分がなんか主張されちゃうようなカットになっちゃうので、うん、あ、そうなんですね。そうだからウルフみたいにこうちょっと段が入って、うん、こういうところに丸みがあった方が、うん、ひし形の凹凸が、うん、それでいいですかね、うん、お願いします。それでいきましょうか、タタぐらいのショートウルフで、うんうん、お願いします。色をどうします？ブリーチしたい？ブリーチがしたいです自分で染めました？今は普通に美容室行って染めました。あ、そうなんですね。その前自分でムラできちゃって、その後に美容室行って今こんな感じなんですよね。あ、そういうこと。多分自分でやった時のムラが微妙に消えきってないってことですよね。あ、多分そうだと思います。市販でやったってこと。美容室すぐ予約できなくて、もう仕方ないから自分でもう市販でやっちゃって、はい、でも結局ムラがやばすぎてその後に美容室もすぐ予約して今まで直してくださいって言って、少しでもいいんでって言って。じゃあ黒染めとか入ってないってことですか？あ、ないです、やったことない、はい、特にじゃあ色はないって希望？希望、私ブリーチを多分美容室でやったことないから。あ、そうなんですね。そうだから分かんないんですよね、あんま色のあれが、そのブリーチってどこまで明るいのかが。ああ、そういうことですか、うん、例えばブリーチするからできるだけなんかパッと見の印象を明るくしたいとか、うん、あ、でも明るくはしたいですね。明るく残したい、うん、なんかこういう感じとか。あ、かわいい、ベージュっぽい感じでパッと見の明るさが一番出るような色味、うんうん、で多分1回のブリーチでこんぐらいまで多分いけると思います。あ、そうなんですね。1回でこんぐらいできちゃう、うん、いやー、うん、自分でやったらそんな濃くないですよね。うん、多分そんなに濃くないと思う。なんかそれが濃いのだと、うんうん、結構染料が残っちゃってブリーチした時になんかオレンジっぽく残る場合があるんですね、うん、市販のカラーって。あー、うんうん、だからそうなるともうちょっとブラウンっぽいベージュになっちゃう、うんうん、濃い、これの方がちょっと赤み強いの分かります？あ、分かる分かる。さっきの写真の、うん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 、この辺とかになっちゃうから、うんうん、でも全然普通に色かわいい。これぐらいだったら、うん、これぐらいだったらいける。あ、全然ありです。こんな感じでいきます。じゃあ、はい、明るさは、はい、ベージュっぽい感じでお願いします。
お願いします。大丈夫です。いや、何年か見せすぎてすごい緊張する。これを一発でいきます。はい、おまあまあ、まあ、あ、結構すごい握り方もう持ち方がちょっとやばいよね。ちょっとやばい。取った棒感が。2年バイバイ。2年バイバイですね。でも結構傷んでるから。うんうん。そうなんです。結構傷んでて、枝毛がすごかった。なんで切ろうと思ったんですか。もともと結構ショートだった時期が割と多かったんですよ。はい。でもエクステとかつけたりとかしてショートの時と長いのも楽しんでたみたいな感じだったんですけど、でも会社、今もその働いてる会社でエクステがダメで。あ、ダメなんですか。そう、ダメなんですよ。なんか完全にエクステと分かんなければいいかもしれないけど、うん、やっぱどうしても見えちゃうじゃないですか。髪の毛縛ったりするし、あのつなぎ目とか。そうそうそう、今シールエクステとかチップとかあっても結局見えるし、じゃあ自分で頑張って伸ばそうと思って、まあ、2年ちょいくらい頑張って伸ばしてたんですよ。でも周りがショートにしないのってなって、いろんな画像を見てた時にもう一回ちょっと切りたいなと思って、今日、まあ、用事があって船橋の方でちょっと切ろうかなと思ってここにたどり着いたっていうか。なかなか切る勇気2年間なくて、うん、そのサイト見て画像とかいろいろ見た時に、あ、ちょっとなんか気になって、うん、気になって切ってもらおうかなと、うん、もう知らない土地だし、もう全然美容室も知らないけど、そのショートの画像とか見た時にいいなって思ったから来てくれたんですね。うん、そんでもね、ちょっと申し訳ないけど、バッサリショートがまだ勇気なくて、首のライン見えるのが怖くて、まだでも短くはしたい。ちょっとイメチェンずっとしたいなと思ってて、いい塩梅でイメチェンをしたいと思うんですよね、うん、そうです、いい塩梅でいい塩梅で。この後船橋って何かあるんですか。知り合いがこっちの方に来てて、あの会うか、あの会えるか、会うからって言って、初めて船橋来たし、駅もなんか全然なんか広すぎて本当に田舎から来たものだからものだからなんか美味しいところとかあります。酒飲みっすか。結構船橋マジでいっぱいあるんすよ。その人でもいっぱい知ってる。居酒屋も、うんうん、食べ物も、うん、全部知ってる。いつも遊び歩いてる。危ない。でも夜は本当もう、うん、飲みまくって騒いでみたいな感じなんですよハサミ持たしたら一番危険だな無双状態になりますからね私とも勝手に刈り上げとかされちゃうかもしれないよね、気づいたら。刈り上げね。あ、でもショートの時に本当に何だろう、10代とかにちょっとこうやってましたが、今はもうやりたいなとは正直思わないけど、その昔いろんな髪型っていうかしててよかったなって思う。ちょっと職場とかにもよるけど、やっぱ年齢とか。今まで厳しいんですか。ブリーチするじゃないですか、うんうん、それ大丈夫なんですか。今は基準が全然もう良くなって、ちょっとブリーチしていいですか。はい、染みます。あんまないかも。ストーリーあんまがっつりつけるような塗り方じゃないので、ブリーチしていきます。結構こんだけ髪の色を切れるんですか。まだ全然全然まだ半分ぐらいしか多分切ってない。ここからもう倍ぐらい切れる。あ、そうなんだ。
いや、ブリーチ終わったんすね、ついに。あ、今回ってる系。そうなんです。終わりました。めっちゃいいじゃないですか。めっちゃ色、めっちゃいい感じです。今軽くしていくんで、うん、髪の長さもめっちゃいい感じ。うん、じゃあここでちょっと行きたいと思いますけど、うん、小川社長のあるあるコーナーイエーイとかやった方がいい。大丈夫です。このコーナーはですね、美容室である疑問、何でもいいんですけど、なんでハサミを縦に入れるんですかとか、ハサミの種類って何があるんですかとか、うんうん、そういうなんか何でもいい質問にお答えしようっていうコーナーなんですけど、うんうん、どうですか、なんかあります、でもなんか今見てて、切り方がその場所によってちょっとなんか角度っていうか、なんか違うなって思う。ハサミの入れ方、うん、この角度、うん、なんかさっき入れたりこう入れたり、うん、場所によって切りやすいとかなんかあるのかなと思って。ハサミの角度で切りやすさで角度を変えているのかっていう、なんかめっちゃこんなんだったからさ、意味があるのかなとはちょっと思った。これは結構なかなか鋭い質問ですね。これ結構ね、奥深いんですよ。すごいなんかスタイリッシュな持ち方してるから。お、どこ取りたいかね。でもこうやって取ってここ取りたいなって、うん、ここ頭張ってるとこなんですよ、うんうんうん、だからここは根元からあんま入れたくないなとか、そういう時はちょっとこういうなんか変なこういう角度になるし、あ、それに合わせて角度変えてるとか。でここは耳前からここの耳上にかけてはちょっと前下がりでこうシャープにしたいんですよ、うんうん、だから こっちだけ取るようにこう、うん、めんどくさい。うんちく語ってくるやつになっちゃう。もうシンプルにすごいなんか大変そうだなって思っちゃう。腕、うん、が疲れそう。これ実際でもあの力全然入れてないんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。だから力は全く使ってないから、うん、あのカットは疲れないです、うん、もしカット疲れてるようだったら力入って切ってるんで、うんうんうん、それまた違う感じになっちゃうんですよね。怪我しちゃうから、ね、怪我しちゃうから。そうなんだ、そういうのがあるんだ。怪我したんだ。そうなんですよ、怪我したんですよ。そうなの、はい、酒飲みすぎてぶっ倒れて、やばい、左肩インナーマッスルぶち切れたんですよ。その後に、うん、あのちょっとランニングしに行こうと思って、うん、マンションのエレベーターに乗ろうと思ったら、うん、横から一匹のセミがビビビビビって出てきたんですよ。でそれにびっくりして、うん、おーってなったら、うん、肩のやっぱりちょっと切れてたところが、うん、余計に裂けて病院行って見てもらったら、やっぱり中が裂けて血がすごい溜まってますねってなってて、攻めにやられたんですよ。攻めで肩をぶっ壊しましたね。なかなかさ、人生でさ、攻めに驚いてさ病院行くぐらいの重傷ってない経験だよね。そうなんですよ、ね、うん、シップで治るとか、うん、って思っちゃいけないってことですよね。シップね、うん、シップどっちっすか。私のそのイントネーションどっちっすか今。ちょっともうシップ。えシップマジっすか。え、マジか。千葉の人は何下がるの。千葉の人結果、うん、全国民がシップっす。違うシップ。ちょっとでも寄せてますよね。 0.5 トーンちょっと来てます。シップ沈めようとしてた今。プッシュ沈めようとして。大丈夫、これさ切り抜かれたらさ、なんかちょっと茨城対千葉のイントネーションみたいになるけど、大丈夫。高校の辺です。大丈夫。なんかあれだね、ぶっ込んでくるね結構。ぶっ込みタイプなの。最初にさ話した時は年いくつとか言うしさ、話し方下手くそなんだって思う時あるもん。でも多分素だよね、多分何も考えずに言ってるでしょ。偏差値なんすか。どうなんだろうね、もう覚えてない。いや、バワが一番頭です、うん、これ全然良くないですよ。言っても大学なんて行けるわけないですよ。でも美容師の人って専門？専門でおしまいっすね。専門ってさ、話で聞いてたんだけどさ、めちゃくちゃ楽しいって聞く。めちゃくちゃ楽しかったっすよ、俺は。専門は楽しいって聞く。だから専門とかちょっといいなと思ってたもん。全然楽しかった。みんなと溶け込めてないから大丈夫。感じもわかんだけどさ、大事で人に合わせるの大事だよ。大丈夫。友達どんなのいんの。ちょっとお母さんみたいな気持ちになってきた。大丈夫。だいぶいいですね。今回の回はだいぶいいですよ。お顔が気持ちいいです。私質問していい。友達何人。言ってみよう。ゼロ。友達は僕なんか毎回
自分の道行くみたいな。こいつがやばいから俺がちょっと汚れがかかったよって思って。もう助かってるんですよ、本当に。おぼかたがちゃんとしてくれるから軽いっすね。めっちゃいい感じ。色も明るくなって。色ベージュで。ときめきベージュぐらいですかね。知ってます？ときめきベージュ。初めて知った。今スルーしたもん。何ときめきって。ときめきいる？それはちょっと小川に失礼です。本当？そう、僕が作ったベージュなんですよ。あ、そうなん。ときめきが。もう止まらなくなってくるんで。今度から通うね。かわいいんすよ、このベージュは。誰も。色って何？こう最初からさ、色がこう置いてあるわけじゃない。それだとちょっとオリジナルが少ないんで、やっぱりちょっと混ぜて作る。オイルつけていいですか？あ、はい。やっぱりいいっすね。ちょっと前髪もちょっと切って、ちょっと軽めにして。で、やっぱ襟足を少し長めにしました。肩つくぐらい。ありがとうございます。で、ここに段が入ってて、あ、めっちゃいい感じ。こうすごい。え、めっちゃ嬉しい。ここがスッキリする感じ。で、ここちょっと顎ラインぐらいまで残して、こうなってジグザグみたいな。前上がり前下がり前上がり、違う、前上がり前下がり前上がり前下がり、違う、前上がり、うるせえよ。なんかさ、ショートめっちゃ不安だったけどさ、え、めっちゃいいっすよ。切った方がさ、結構すっきりするんだね。そうなんです。ここら辺がなんかロングでひたすら隠してた、巻いたりとかして。そうなんです。え、めっちゃいいじゃないですか。でここっすね、やっぱさっきの、ここはちょっと短めに、これがここまでガルと長いと四角くなっちゃったりとかするので、パッと見の印象がこう、軽くなる感じ、でここ切ってもやっぱそう、今言ってたみたいに全然問題はないんですよ。その人との骨格と輪郭の長さとか全然違うから、この辺の作りとかはやっぱり今ぐらいが全然いいかなって思うんですよ。すごい。ちょっとこのこれをね、少し出して、これがあることによってこの縦長のシルエットをこう作れるので、できるだけこのトップは最初から分け目決めないんで、全部前に顔出して、で最後の最後に分け目決めた方がいいですよ。あ、そうなんだ。ジグザグって、でここにちょっとでも欲しいです。あ、そうなん。いつもなんか髪乾かすぎ一回くしでもう分けてから私もうやっちゃ う, ピッてやって乾かしちゃうと、そこでしかパワーそれが良くない。それが良くないです。結局ここ潰れて、潰れる。四角くなって、なんか丸顔も目立つし。丸顔で欲しいところはこのひし形のこの皮脂の部分と、欲しい。とここの締まりなんで。でここで縦長のこの印象付けるっていう。でここでこうトップ。すごい。それが一番合います形に。顔周りやばいですね。すごい変わる。めっちゃ変わる。めっちゃいい感じ。今日はこんな感じで。ありがとうございます。お待たせしました。めっちゃありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。写真撮ってほしいです。